はい、どうもダブチャンネルザキちゃんです。おはようございます。はい、本日もとってもいい晴天でございます。はい、まだ朝でございますね。はい、本日は、はい、こちらを久しぶりのね、露店出店ということで、はい、車の方に荷物積み込んで鹿島のね、あの本田カーズさん、本田カーズ南相馬さんの方でちょっとね、食べ物の方の出店の方をしたいと思います、ね、本日はだら焼きそば、かき氷、チョコバナナ、ね、この3点でございますね。よし、いや眩しいな、朝日が。よし、じゃあ今からね、ちょっと現場の方に行ってテントの設営の方をしたいと思います。よし、いやいい、あ、お兄ちゃんもなんか持ってきたな。よし、あとママちゃんとゆうたくんはね、あのもうちょっとしてからね、うちら8名にお兄ちゃんと2人で行ってテントの方をね、設営したいと思います。よし、じゃあまた会いましょう。バイ。はいよー、じゃあね、はい、現場の方に到着しましたね。はい、で、あの一応ね、こちら6号線でホンダカーズ南相馬さんのね、鹿島店、はい、設定でございます。ちょっと見づらいな、後でちゃんと落とします。でね、この玄関の入り口の方にね、テント設営したいと思うんで、よし、じゃお兄ちゃん一人じゃ設営できないんで、私もあの朝のも忙しくなる前にバタバタやっちゃいます。じゃあまたね。いやいや、じゃね、はい、はい、ママちゃんと、はい、ゆうたくんも到着しました。ゆうたくんお疲れ様ですね、久しぶりのお仕事頑張ってね。オッケー、はい、じゃあちょっと車の方移動して準備しちゃいましょう。はい、よし、じゃあちょっとバタバタやっちゃいます。はい、はいはい、じゃあね、はい、とりあえずね、出店準備の方ね、大体おまかなことになりましたね。よし、はい、ママちゃんが一生懸命バナナの準備してます。はい、頑張ってください。チョコレート溶けるまでちょっと時間かけたな。うん、まあお兄ちゃんはいつものように焼きそば焼いております。じゃあとりあえずあのね、お店の開店時間の方にギリギリ間に合いそうなんで、ね、頑張ってほしいと思います。いやー、やっぱティーラーさんだけあって朝から続々とお客さんがやってますね。眼鏡曇っちゃう。さあ、はい、じゃあとりあえずね、あとぐるーっと見てみますかね。はい、どうもまたね。はいはい、じゃあね、はい、こちらがね、南相馬鹿島区にあるホンダカーズ南相馬さん鹿島店でございますね。えい、ね、こちらでね、もう地元に愛される車さん60周年でございます。本当6号線沿いなんでね、すごく目立つところにあるんですけど、あ、さすがディーラーさんって感じですよね。立派なお店構えでございます。はい、本当お客さんもね、朝からね、もうひっきりなしに来ておりますね。はい、素晴らしいことでございます。もう展示車もね、いつもこうピカピカで綺麗なんで、ここも見やすいしね、この並べ方もね、いいと思いますね。車種対応、新車各種揃えておりますね。はい、でうちらのテントはね、あそこの入り口で、玄関の入り口場所ね、いただいたんで、玄関の入り口で、はい、販売しとります。ああ、道路挟んでこっちからだからちょっと見づれえな。よし、じゃあちょっと道路の向こうに渡ってみたいと思いますね。はい、よー、じゃあね、はい、道路渡ってこっち来ましたね。はい、展示場の方もね、なかなかの台数がこれ展示してあるんでね、ミディアルグの中の筋肉痛になりそうです、私は。で、すごいね、ピッカピッカでございます。いやー、それなりにね、これ広い展示場なんで、角からね、端から端まで見るとね、結構見事ありますよ。本当、いろんな車並んでますけどね。で、今度は、はい、こちらです。あ、入り口、本当にさっきから車、車で帰ってくるの。すごいな、これ。よし。はい、正面玄関に来ましたね。じゃじゃじゃーん。ね、本当あの入り口のね、玄関の入り口のとこね、場所提供していただいたんでありがたいですよね。よ、またお客さん入ってきちゃったな。じゃあとりあえずね、よし、
こんな感じで6号線沿いの本田和南相場さんで出店してるんで、ね、今日明日90います。はい、あと本当ね、次の土日かな、16、17かなもいるんで、ただ私はねちょっとあの昼間のお店の方もあるんで自分の店に帰りますけど、うちのママちゃんとゆうたくんが頑張っておりますんで、時間がある方はぜひ来てください。はい、またね。はいよー、じゃあ、はい、ママちゃん、そうよ、朝からバタバタ準備したいでしたけどよ、結構人来るな。ね、うん、さすが、さすが本田川津南様さんだね。チラシ入ってる、チラシ入ってたのか、うん、うん、多分、いや、多分で入ってた。あ、バッグ屋さんも来てんだな。そうなんか洗剤の革製品か、革かな、うん、なんか結構洒落たのあったよな、うん、窓をちょっとな、お客さんが少なくなってきた頃を見計らって撮りたいけどな、うん、俺店に戻ってかダメだけど、午後からだな、店終わってからもう一回来るから俺、うん、あ、とりあえずあの兄ちゃんに今店任せてやってきてるな、うん、じゃああとは俺とお兄ちゃん戻っちゃうんで店の準備に、うん、何見てんだお前、なんか気に入った車あったのか、じゃあここの車は何かなと思ったら試乗車だった。ああ試乗車です新車でございます。あと、なんかあっち側の新しい車もなどっか走ってちゃったもんな、市場でな。ああ、あったんだけど、ね、入り口のな、まあとりあえず頑張っててください、はい、私はお店に戻ります。はい、よし、じゃあまたね。はい、よー、じゃあね、なんか思ったよりもお客様がいっぱい来てね、ちょっと取材足りなくなったんでお家に戻ってまいりました。ね、いやー、すごく人がいっぱい来ます、大盛況でございますね。チラシとやっぱダイレクトメールとかね、そういうのやってくれてたみたいなんで、すごい集客です、ね。はい、じゃあとりあえず急いで現場に戻りたいと思います。まずね、はい、よー、じゃあね、はい、先ほど持ってきた焼きそばね、はい、焼いたきたけど、はい、速攻でなくなりました。結構しとくんな、あ、びっくりしちゃうな。ただあのお店の時間もあるんで、私とりあえずあのストック何本かは作ったんで、はい、お店に戻って仕事します。はい、よし、じゃあ今度はちょっと本業の方に行くんで、あとあの自分の鍋ちゃんの方もね、バタバタしたの終わったらね、もう一回こっち来たいと思います。よし、じゃあまたでいい。はい、じゃあね、今あのカーセンサーさんの中であのバック屋さん、ヘルスさんっていうね、こう、はい、バック屋さんが来てるんですよね、出店してるんですけど、すごいなんかね、革製品で、なんつうんだろう、おしゃれだし丈夫な革製品がいっぱい揃ってるよね。でこちらもなんか一点物コーナーとかね、そんなのもあるし、あとこの辺のは普通に売ってるやつなのかな、うん、ただうちらも革製品いろいろ見るんだけども、ちょっとね一個取ってみるかな。あの作りがねすごいんですよ。なんかこれ、まあ、分かるかな、縫い目とかなんか壊そうと思っても壊れないぐらい丈夫に作ったんですよね。あ、これすごいよね。値段もそんなにね、多分思ってるほど高くはないんで、もう10年、20年、30年って一生使えるぐらいじゃないか、これ。ね、すごい。こんな大きくて、大きいんだよな、最後。手のサイズ見ると思うんだけど。うん。の肩掛けの、なんか餃子みたいな形。これも変わってるよね。これだって4万くらいだし、これもすごい丈夫だもんね。うん。あと色もね、いろいろあるんだよね、これ。あ、なんかキッズコーナーとかです。キッズコーナー、あ、なんかオシャンティーなバッグがいっぱいありますね。あとこちらがなんかこれなんだろう、あ、これすっごいいい味出てんな、これなんだろう、あ、これは展示品だって。20年使用してもこれすごくね、壊れてってことがないっていう。逆に革製品ってこのくらい使ったら味出てくるからいいよね。かっこいいよね、これ。いいな、いいな、いいな。まあ、財布も多分ね、これ1万円くらいの、なのかな、大体。1万か2万くらいだと思うんだよね。うん、普通の長財布とかもこれ、縫い目がすごいんだよね。まあ、こんなのもね、今回あの、本田和さんの方で南相馬店、鹿島店ねの方で出店してるんで、90か4月の9日10日やってるんで、興味のある方ね、ぜひ見に来てほしいです ね。あ、これもかっこいいな。
な。俺はビジネスマンじゃねえから残りの使わねえだろうけど、ああこれだって4万くらいでしょ、これ。こんなの一生ものバッグだよね、もう、ね、あとちょっとしたこうペンケースの玉ならね、はい、じゃあ興味のある方ね、ぜひ遊びに来てくださいね。車だけじゃなくバッグもあります。よし、じゃあまたに、はいよー声が裏返っておりますはい、お疲れさん。じゃあそろそろ店じまいの時間だな。はい、残った商品これだけでございます。焼きそば1個とバナナ5本、残ったつがあと何分かあったら多分なくなった。中にまだお客さんいるから。もうゆうたくんも今日一生懸命手伝ってくれてありがとうね。なんか言ってる今日ゆうたくん助かったべ、うん、あちゃんとマスクしたり手袋してな、一生懸命やってたもんな。ゆうたはマスクして手袋して、うわゴムかけたり輪ゴムな、うん、焼きそば担当だった。あんだ、あと配達してたのお客さんにな。あ、そうそうそう、お待たせしましたと思ってたな。よし、じゃああとはまあ帰って夜の仕事もあるんで、本日はねとりあえずあのホンダカーズ南相馬ね、とりあえず鹿島店の方の出店はね、そろそろ終わりたいと思います。な、明日もあったね。明日もあるし、そう、令和4年4月9日10日はい、2日間とりあえずやってます、ね、あと車の展示会もそうなんですけど、さっき説明したの長野バッグ屋さんなんかもシャレたのってっから、あとなママちゃんちょっと気に入ったんだったら買った方がいい。買ってくれんのか、え買ってくれんのか、買ってやるわよね300円までな買えねえとりあえず俺自分の財布買ってくからじゃあそういうことでね、また明日もよろしくお願いします。よし、じゃあまた皆さん会いましょう。バイ、グッドボタンチャンネル登録よろしくね。バイバイ。はい、今日遊びに来てくれた人ありがとうございます。ありがとうございますじゃあまたね。